今回の動画はですね、2024年の8月に撮影しております。えー、速可塾のポータルサイトの紹介になりますけども、実際ネットビジネス速可塾に入ると、どんなことをね、学んでいくのかってことです。どうやって学んで、どうやって稼いでいくのかってことですけども、2024年の主要なコンテンツは、YouTube で稼ぎましょうっていうことがまず一つ。 まあ何においてもインターネットでビジネスをするときに集客ってのは切っても切れないものになると思います多くの人とつながることによって情報収集もしくは情報拡散っていう重要なツールになってきますつまりテレビ局をマスコミを自分が所有するっていう考え方ですねだから YouTube で情報を一人でも多くの方に届けていけるように、えー、媒体を作っていきましょうってことになります二つ目は暗号通貨です これはすぐに暗号通貨で儲けましょうというよりももう今必要な最低限の知識として暗号通貨はね、えー、学んでいかなくてはいけませんよちょうど20年前にインターネットってものが出てきてインターネットのスキルっていうのがね、えー、収入の明暗を分けたように今の時代暗号通貨ってものに多少理解を示しておかなければまあ 身近な例で言うとね、PayPay ペイペイとか楽天ペイってありますけども、あれも暗号通貨の一部ですからね。そういったところから、どういうふうに金融っていう世界が成り立っていいのか、そしてひいては暗号通貨でリスク少なく大きく利益を取るためにはどうすればいいのかってことを学んでいきます。で、コンテンツ販売ですね。商売ってのは、集客をして商品を作って、 その商品を売ることで成り立ちます逆に言うと、集客ができて、商品が作れて、そしてセールスができれば、収入源に困ることはないわけなんですよね。まあ、ですんで、ロスジェネ世代の稼ぎ方として、私はね、最終的には、コンテンツ販売に皆さんが行ってもらいたいなと思います。これ、具体的に言うとね、コンテンツ販売で、どういうふうなネタを売っていけばいいかってことですけども、例えばね、恋愛とか人間関係の解決方法、これが一つになります。 あとはお金の稼ぎ方節約の仕方これが2つ目になります仕事をしている方も多いと思いますので職場でどのように立ち振る舞っていけばいいのか上司や部下との関係もしくは中途採用転職の仕方はどうなのかっていうね仕事の悩み解決こういったものも商品になりますえそして若返りとかね美容とか健康ですよねつまり健康についてですロスジェネ世代ももう50代を迎えてます 健康の問題も無視できません病院に行けばね確かに病は改善に向かうかもしれませんけども時間もお金もかかるでしょうどちらかというと置いていけば行くほど病院に行く回数を減らして病院に使うお金を減らしていかないと時間もお金もどんどんそういった医療に吸い取られていくんですよいずれは頼りにしなければならない分野だと思いますけどもなるべくその時期をね、遅らしたいじゃないですか そのためには健康の構築もしていかなくてはいけません。ということで、コンテンツ販売で売れるものとしては、健康という問題がありますね。こういった4つのテーマでコンテンツ販売を即可塾ではお勧めしています。で、どのように商品を作っていくのか、どのように集客をしていくのか、どのように販売していくのか、これも即可塾で学ぶことになります。さあ、具体的に毎日どんなことをしていくのかってことですけども、このポータルサイトではね、えー、主に4つの 5つか ?5 つのカテゴリーで作られています。まず1つ目のカテゴリー、隠居っていうところですけども、8って書いてあるのは8月ってことです。隠居の8では、今朝のライブ放送がここに書いてますね。毎朝のライブ放送。そして、今日扱いたいトピック。これは、そっか塾の塾生さんが、株式投資で副収入を得てる方なんですけども、株の専門家としてね、サラリーマンをしながら株で副収入を上げてる方が、昨日の株価の大暴落について、えー、動画を作ってますので、ここで採用させていただきました。で、こうするとね、 アクセスの方も伸びやすいですし、速価塾の熟成産のことを速価塾の熟成産に紹介するんでえ、より信頼関係も得やすくて、まあビジネスも成り立ちやすいということになりますね。次、FX です。先ほどね、YouTube 暗号通貨コンテンツ販売って書いてましたけども、投資の世界では FX をまず第一にやることです。株よりも FX です。絶対に FX からスタートして、FX で 稼げるようになったら他の投資に伸ばしていくっていうことになりますね。なんで FX がいいのかってことはまた別途お話ししますけども、FX を簡単に毎日学ぶために速可塾ではこうやった相場解説を1日1本お届けしております。これは1週間の見通しについて説明した動画ですね。すべて3分ぐらいの動画でまとめてますんで、とっても見やすく学びやすいということになります。はい、次は暗号通貨ですね。 暗号通貨について無視できないニュースってのをこういう風に掲載してます。まあこれは一般公開動画でもあるんですけども、特に大事なんで、即価事期の皆様には直接お送りしております。ゴールドってのはね、私の仕事ではないんですけども、私が参加しているえ金の投資です。金の投資について私の運用実績がこうなってますよってことで、まあぶっちゃけ儲かってるんですけどね、どのぐらい儲かってるのかってことと、元金はいくらなのかってことと、どのようなリスクがあるのかってことについて説明してます。もちろん、 ゴールド投資に参加したいいいい方はまあ,あの無理ない範囲ででねやってみてみくださいえ初期費用5万円ぐらいです次、開運ということで、これも即可塾の熟成さんであの、開運について毎日ね、レポートを送ってくださってる、えー、新潟のナミさんって方がいらっしゃるんですよ。で、舞姫大学についての動画も掲載してるんですけども、まあ、主にはデイリー開運タイムということで、日々の運勢について皆様にお届けしている、そんな動画になりますね。はい。以上が ののポータルサイトの解説になりますで、このカテゴリーは基本的に5つ出てきていますけども、場合によってはこれがね、6つになったり7つになったり伸びていくことがあります。で、過去7月のものですとか6月のものですとかね、5月のもの、4月のもの、3月のもの、2月のもの、こういうふうに大体半年分ぐらいがこの同じポータルサイトで見れます。で、トピックが多くなってくると、このサイト自体を更新して別のサイトを作って、それをまたね、皆様に新しいサイトですよってことでお送りすることになります。ということで、 2013年から始まった速地区ですけども、こういう風なポータルサイトがもうね、数十個あるってことになります。それもそれぞれご覧になることもできますけども、まあなんせね、膨大な量なんで、とてもじゃないけども、一生かかってもね、全部見れるかどうかわかんないような形になってきます。まあそれはちょっとオーバーな言い方ですけども、とりあえずは8月の場合は、その8っていうところだけ見ていただければ、最新の情報で、 稼ぎに一歩でも早く近づくことができると思います。私の方でね、皆様のビジネスや、それから稼ぎ方のサポートを毎日やっていきます。そして基本的に私が生きてる限りずっとやりますんで、あの、今日ね、なかなかやる気が出ないなとか、時間がないなって方でもご安心ください。別に来月から始める方、再来年から始める方、5年後から始める方、全員に対応しております。えそんなポータルサイトの紹介でございました。それでは。